エヴァリスト・ド・エスピリト・サント・カルバリョは、サント・メ・プリンシペの政治家。元大統領、元首相。独立民主行動所属。国会議長在任中の2011年、大統領選挙に立候補した。当時のパトリセとロボアダ首相の支持を受けたが、第1回投票では、マヌエル・ピント・ダ・コスタ候補に次ぐ2位に終わり、決選投票では52.9%を、得票した。 コスタ候補に敗れた。その後、独立民主行動の副代表に就任した。2016年7月の大統領選挙では、最多の票を獲得したが、得票率49.8%で過半数に、わずかに届かなかったため、数週間後に、決選投票が行われることとなった。しかし、現職のコスタが不正投票が行われたと主張して、選挙戦から撤退したため、 事実上、カルバリオの当選が決まった。就任式は9月3日に行われた。選挙プロセスは国際社会から好意的に評価され、アメリカ合衆国国務省は、今回の選挙は民主主義の価値観に対するサントメプリンシッペの長年の献身のもう一つの現れである。その称賛すべき行いを通じて、サントメプリンシッペの人々は他国にとっての民主主義の 道しるべとしての役割を果たし続けるであろうとのプレスリリースを公表した。公認の大統領を決定する選挙の決選投票は2021年8月8日に執行される予定であったが、初回の投票結果をめぐる混乱から延期に延期を重ね9月5日となったため、カルバリョの任期満了日である9月3日に間に合わない事態となった。このため、10月2日に、 カルロスビーラ・ノバが公認に就任するまで大統領に留まった。ありがとうございます。